よ。はあ、ラミレス豪快な一撃、エスコシンの快速球を見事打ち砕いたぞ。ボールはまだまだ伸びていく。いやお見事。ラミレスは MLB 史上最長のストライキをオーナー命令で破った報復として選手会への加入を認めてもらえなかったからな。まさにその鬱憤を晴らすかのような一打。これからラミレスには注目していかなければ。さすがだよラミレス、やはり君に目をつけた私の目に狂いはなかった。いやあ、私の名前はミハエル。24歳にしてトリプル A 級バッファローバイソンズでプレイするアレックス・ラミレスのエージェントのようなものだ。しかしただのエージェントじゃない。いろんな選手を見てきた私が初めてずっと共にいさせてほしいと思ったラミレスの熱烈なファンだ。野球に専念するために15歳で学校を退学する強い覚悟、その覚悟についてこられるだけの身体能力と抜群の野球センス。ベネズエラの国内選手権に出場していたラミレスを見つけた時は本当に震えたな。そして今や121試合中34本塁打、103打点6盗塁、打率299と抜群の成績を収めたラミレス。そのスケールの大きさはもはやマイナーリーグでは収まらない。ラミレス、お前次から上に行け。ここはもうお前のいるべき場所じゃない。それってもしかして。ああ、初のメジャーリーグ昇格だ。思う存分暴れてこい。イエスボス。やったなラミレス、メジャー昇格に安定した好成績。パイレーツに移籍してもスタメン入り確定だぞ。サンキューミハエル。でもこの程度で喜んでちゃ MLB のトップ層と戦うなんて夢のまた夢。アレックス・ラミレスの戦いはまだまだこれからだと喜び、未来を楽しみにしていたのもつかの間。ナイスバッチャー。どうしたんでしょうかラミレス、ここ連日全くいいところがありません。パイレーツに移籍したてというのもあるだろうが、それにしたって当たってない。何やら以前とスタンスが違うように見えるが。ラミレス、お前次の試合からベンチスタートな。自分でも分かっているんだろう、ここ連日の打率の下がり具合。移籍前の好調が嘘のようだ。そんな手たらくな選手を使うわけにはいかないんだよ。それはそうですけど。でもスランプになったのは打撃コーチに打席でのスタンスを変えろって言われたからで。もう少しだけ待ってくれませんか。せめてスタンスを戻してからでも。何を言おうとスタメン落ちは変わらんよ。俺に意見を言いたいのなら下で結果を出してからいいな。なんでこんなことに。ラミレス、移籍直後スランプに陥ったことでスタメン落ちとなったラミレス。その後なんとか4番で起用されたこともあったが、落ちた打率は戻らず、移籍後からの打率はたったの209。旗から見ても力不足としか言えない散々な結果だった。おお、あれがラミレスですか。普段は気さくな選手みたいですが、さすがにこの状況ではそうも言ってられないみたいですね。お、誰ですか。はじめまして、私は日本プロ野球チームヤクルトスワローズの国際スカウトの中島です。あなたはラミレスのエージェントですね。アレックス・ラミレスにとある話を持ってきました。俺が日本でプレイ。そう、候補にアレックス・カブレラもいたらしいんだが、お前が23歳の時に話しかけてくれたことが記憶に残っていたんだと。それでその気さくな性格が決め手になってラミレスにしたんだって。ああ、そういえばそんなこともあったような。でどうする、結構いい条件みたいだが。どうするも何も、いきなりそんなこと言われても。でも答えは一つだと思うぞ。今のチームじゃ事実上の戦力外通告、毎日試合に出たいラミレスの思いは叶えられないけど、日本ならそれができる。結婚したてでローンもあるんだろ。ローンか、そうだな。いきなり放置されても困るし、
金稼ぎがてらプレイするのもありかもな。3年契約でパパッと大金稼いで調子を戻したらまた MLB 復帰ルートっていう選択肢もあるし、実戦練習しながら金稼げるほど気楽なものもないか。そして出稼ぎ気分で来日した私たち。ここが日本か。思った以上に綺麗で良さげな球場だな。だな。問題はここでプレイしてお前のレベルが上がるかどうかだが。めっちゃ悪いけどそこにはあんまり期待してないよ。 MLB とは比較にならないくらいレベルは低いだろうし、俺が野球を教えてやる機会の方が多いだろうな。事実上の戦力外だったとはいえ、誰もが憧れる MLB から来たのだ。ラミレスより上の選手がいるわけがない。ローンを返済したらすぐに帰る。そんな思いを抱きながら春季キャンプに参加したのだが、なんだあれは。へいへいバッター、こんなんじゃ俺の守備は抜けないぞ。足早すぎるんだよお前。普通のやつなら楽々二塁打コースだろうが。残念ながら俺の守備範囲は普通じゃないんでね。嘘だろ、なんだあの守備範囲の広さは。どうだ驚いただろう。稲葉は打ちどころか日本トップクラスの外野手だ。あれほどの選手は MLB にもそうはいないだろう。ボス、ね、少なくとも俺よりかは確実に上。ボス、契約じゃ5番ライトを確約していたが変更してください。俺はレフトでいいです。まだキャンプ初日だぞ。日本の野球にも慣れていないだろうに、そんなにすぐに決めていいのか。へえ、これでもメジャーから来た身ですから実力差はよくわかりますよ。俺は彼には勝てない。あのプレイ一つでそれを分からされました。日本のレベルが下だと見くびっていた自分が恥ずかしいです。こうして日本野球のレベルの高さを思い知ったラミレス。しかしそれを理解した上でもなお苦難は続きまたフォークで三振。フォークが来るって分かってるのになんで打てない。日本のレベルはどれだけ高いんだよ。こんなんじゃまた俺はあの日みたいに。来日して早3ヶ月。その期間にラミレスが積み上げたのはリーグでダントツの三振の山。明らかなスランプであり、状態だけで言えばパイレーツ時代よりもひどいだろう。ラミレス、ボス、すみません、俺期待されてここに来たっていうのに。もっと頑張るのでアメリカに期間だけは。いや、ラミレス、君は頑張らなくていい。ね、それってつまり。頑張るよりもまずは肩の力を抜くんだ。え？君のポテンシャルはまだまだこんなものじゃないのは私が一番よくわかっている。君はまだ日本の野球スタイルに慣れていないだけだ。打撃コーチにも話をつけてあるから彼と一緒にゆっくり慣れていけばいい。それまでは一緒に耐えてやる。だからスランプを脱却した暁にはその力を思いっきり振るってくれ。それをファンたちも望んでいる。ボス、ねえねえ、わかりました。このラミレスが必ずこのチームを勝たせてみせます。まさか強制送還どころか俺が復活するまで待ってくれるなんて。精一杯やろう。どれだけ不審でも絶対に投げ出したりはしない。俺はこの国でこのチームで日本一を目指す。その後若松監督が辛抱強くラミレスを使い続けた結果。大きい大きいぞ。ラミレス29号達成。最初はあれだけ三振を積み上げたのに一気に30本近い数字まで伸ばすとは思いませんでしたね。八重樫コーチのしっかり引いて逆方向に打つ、古田のピッチャーよりキャッチャーの配球パターンを読む、彼らのアドバイスがなければ今の俺はなかっただろうな。ありがとう古田に八重樫、そして俺をずっと使ってくれた若松監督。この29本のホームランは監督とチームに捧げるよ。
2001年、激闘のシーズンを制したのは、ラミレスを擁したヤクルトスワローズ。見事、日本一の称号を獲得いたしました。バグ、単年契約って言っていたラミレスはどこに行ったんだが、もうすっかり日本のプロ野球に馴染んじまったな。私から見るラミレスの姿は、まさに水を得た魚のようなもの。今までプレイしてきた中で一番生き生きとプレイしており、ファンとの距離もものすごく近かった。おいラミレス、みんなお待ちかねだぞ。教えてやれ、やってやれ。はい、それじゃあ行くぞ。はい、ラミレス、ラミレス、まさかここまで大活躍するとはな。俺もまだラミレスの力を見くびっていたってことか。仕方ありませんよ。あんなの誰にも予想できませんって。打点王、本塁打王、最多安打、ベストナインと名だたるタイトルを獲得。外国人右打者としては史上初のシーズン200本安打も達成しているんです。はっきり言って手放すのが惜しいですよ。2007年、球団との契約交渉が決裂したことにより自由契約となったラミレスは巨人へ移籍。ただ今度のラミレスは移籍しても崩れることはなく、むしろ、そう、今日のヒーローはやはりこの男、アレックス・ラミレス選手。入団2年目には3度目となる最多安打を獲得し、8年連続100打点を達成。長らく敗れることがなかった王貞治の記録をスリーランホームランとともに更新しました。その後ラミレスはスランプになった坂本選手にアドバイスしたり、 DeNA2 年目には外国人初の2000本安打を達成と、もはや日本球界の中心人物。年齢で体の衰えを感じても球界でプレイすることはやめず、独立リーグに移って日本の野球を心から楽しんでいた。これから先月収40万、だけどもうお金じゃない。しょうがない、はい、わかりました、頑張ります。日本で学んだ3つのこの言葉をこれから先も生かすんだ。結果的に言えばこの再出発は大きく実らず、 NPB 復帰は断念だが、それでもラミレスには別の道が示されていた。おいおい、マジかよ、今年の DeNA 一軍監督、あのラミちゃんじゃん。マジ、うおー、今シーズン超楽しみになってきたんだけど、早くラミちゃんの采配見てみて。ラミレスの監督業は選手時代と同様にデータに基づいた緻密な分析野球。しかしそれ以上に見られたのは、日本で学んだ情に熱い温かな心意気だった。うちが球団史上初めてクライマックスシリーズに出場できた理由、そりゃラミレス監督のおかげでしょう。あの人、俺たち選手が何か悩んでたらすぐに話を聞いてくれるんですよね。コミュニケーションをたくさん取ってくれるっていうか、野球はメンタル面が大事。そう言ってスランプに苦しんでいる選手がいたら口調を信じて待ってくれてたんですよね。ドラ級だった佐野啓太が4年目に首位打者を獲得できたのは、ラミレス監督の選手を信じる心あってのものですよ。あそこまで監督の期待に応えたいって思えたのは初めてです。日本球界に恩を返すかのように、ヤクルト時代のスランプ選手を大切にする監督を自分も目指したラミレス。2019年には日本国籍も獲得し、2023年には355票中290票と圧倒的な支持を得て野球殿堂入りを果たしたのだった。どうも、殿堂入りのアレックス・ラミレスことラミちゃんです。こんばんは。僕は日本の皆さんを愛しており、その一員になれたことが嬉しくて感謝しかないです。日本のみんな、僕を支えてくれて居場所を与えてくれて本当にありがとう。ゲッツ。